2S25 スプルート SD125mm 対戦車自走砲は、ロシア連邦の対戦車自走砲である。BMD-3 の車体を延長して、車輪を増加し、新たに設計された砲塔を搭載した拡大型の派生車両で、本社もパラシュートによる空中投下が可能である。スプルートは、ロシア語で、タコの意であるが、海の魔物の意味もあり、本社の場合は、 こちらのニュアンスが強いと思われる。2S25 は1990年代初めに開発が開始され、設計と開発作業はエカテリンブルクの第9砲兵工場で行われた。当初は、L、イル -76 キャンディット輸送機から搭乗員を乗せたまま投下することを目的とした空挺軍向けの装備であったが、水上機構能力を標準で備えていることもあり、 PT-76 に代わる、軽戦車として、また、二 s 1及び二 s 9自走砲に代わる、上陸作戦時の対戦車、火力支援用に海軍不評部隊での運用も検討されていた。ロシア連邦軍では2015年までに58両を導入する予定であったが、2010年4月9日、 ロシア国防省国防次官であるウラジーミルポポフキン上級大将は 2S25 についてオブエイクト 195BMD-4 などと共に調達計画を断念すると発表した。これは後に修正され2012年1月25日海軍不評向けに 2S9 自走砲の更新として 2S25 を今年までに重量を配備する方針が発表された。 2021年現在、ロシアの国営企業ロステックが改良派生型のスプルート SDM-1 系戦車を性能評価試験中である。乗員3名、2アンペア 75-125mm 格好砲、UTED 29500馬力水冷ディーゼルエンジンを搭載し、陸上での最高速度は時速 70km、水上では最大時速 10km で航行可能。 車体の前方中央に操縦室があり、中央部を砲塔を有する戦闘室が締め、後部には機関室が一致する標準的な構造になっており、原型の BMD-3、4に比べて延長された車体に片側7個の主天輪と6個の上部支持輪を持つ。車輪は BMD-3 より上下2組ずつ増加されている。 車体が大型化され重量は増加しているものの空中投下能力は変わらず有しており他の BMD 空底戦闘車シリーズと同じく可変雪圧式の喧嘩装置は空底降下時に破損しないように最大短縮状態で固定できるようになっている 2S25 は原型の BMD-3 と同じく気候能力を備えており 車体後部に設けられた2機のウォータージェットにより、水上8時速 10km の速度で航行することが可能である。砲塔の前半部は前方及び髪型に向かって大きく傾斜の付けられた左傾視の強い形状となっており、車長席には 125mm 誘導砲弾用のレーザー照準機が、砲出席には弾道計算用のレーザー測距偽が設置されている。 その他、各闘場員には、夜間暗視装置の組み込まれた、外部視察装置が設けられている。砲塔後部情報には3連装の円幕弾、発射機が左右1機ずつ装備されている。2アンペア 75-125mm 対戦車格好砲は、T-72T-80 及び T-90 に搭載されている 2A46 に基づき開発され、 2A46 と同じ砲弾を使用でき、通常の各種砲弾の他に、射程5000メートルの QM119 レフレックス対戦車ミサイルも発射可能である。砲塔艇には22発が収容され、自弾装填は、砲塔艇に設置された水平式自動装填装置、T-72,T-80、T-90 と同じ、火星とかシステムにより行われる。 最大発射速度は7発、分。自動装填装置が故障した場合には、手動での装填も可能である。なお、不評戦闘車である BMD の派生型車両ではあるが、固有の乗員以外の搭乗スペースはなく、走行兵員輸送車及び不評戦闘車としての能力は持たない。ありがとうございます。